はい、どうもみなさん、こんにちは。うずいっこです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンでポイントがたくさん貯まる、実際の使い方やお得な予約方法を解説ということで、今回は GoToEat キャンペーンについてですね、以前動画でも概要的な感じのことをお伝えしましたが、今回はグルメサイトの特典ですとか、僕が実際に使ってみたので、その使い方などを含めてですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、早速ですね、GoToEat についてお伝えしていこうと思うんですが、その前にですね、以前僕がこちらの GoToEat についての、簡単な概要的な動画を出してますので、ぜひですね、そちらを見られていただいて、そこから今からの動画を見ていただくと、なんとなくこの GoToEat についてイメージが湧いてくるのかなと思います。で、一応この GoToEat キャンペーンについてなんですけども、大きく2つ分かれておりまして、プレミアム付き商品券と、そしてオンライン飲食店の予約ということなんですが、今回この動画でピックアップをさせていただくのが、こちらのオンライン飲食店の予約についてお伝えします。軽くおさらいなんですけども、今出てる通りですね。昼食の時間帯は500円分、そして夕食の時間帯は1000円分のポイントが付与されると。で、ポイントの付与の期間に関しては2021年の1月末までと、そしてポイントの利用期限は2021年の3月末までということになっております。で、それを踏まえた上ですね、これ前回の動画でお伝えというかまだ出てはなかったんですけども、今回対象となるオンラインの飲食店の予約できるサイトですね、いわゆるそのグルメサイトみたいなものなんですけども、今出てる通りとなっております。今回大きく分けてこの3つのグルメサイトですね。グルナビ、食べログ、ホットペッパーグルメ。これらのサイトについて、今回の GoToEat キャンペーンについて簡単にまとめてみました。まずはこちら食べログからですね。結構知ってる方も多いとは思うんですけども、まずここですね。ランチで付与される GoToEat のキャンペーンのポイント付与は500ポイント×人数。これが最大で5000ポイントまで。そしてディナーに関しては1000ポイント×人数。で、最大で1000ポイントまでとなっております。で、付与されるポイントなんですけども、食べログでは期間固定 T ポイントが付与されます。ですけども、この T ポイントに関しては、食べログのネット予約のみで利用が可能となります。いくら T ポイントだからといっても、この食べログだけでしか使えませんので、ここは注意してください。次、付与される時期なんですけども、来店月の翌月の10日頃まで付与されるということになりますので、ちょっとこれに関しては結構忘れた頃に付与されるのかなという感じですね。一応ここはメモっといた方がいいのかなと思います。で、それに加えてですね、この食べログでは、来店予約をする際に食べログのアプリから予約をした場合ですね。そしたら T ポイントがさらに貯まるんですけども、その場合、ランチの場合は20ポイントかけることの人数、それか、ディナーの場合に関しては100ポイントかける人数というのが貯まるので、GoToEat キャンペーンにプラスアルファで貯まるので、結構お得にこちらもポイントが貯まるグルメサイトとなっております。続きまして、こちら、ホットペッパーですね。ここも知ってる方もかなり多いのかなと思います。で、GoToEat キャンペーンで貯まるポイントなんですけども、500ポイントかける人数、そしてディナーに関しては1000ポイントかける人数ということになってます。でですね、1回の予約、そして来店で最大で1万ポイントまでとなっております。で、付与されるポイントに関しては、ホットペッパーグルメ限定ポイントというポイントになります。で、ここも注意ですね。GoToEat キャンペーン対象のお店のみネット利用時に利用が可能となってますので、ホットペッパー全部で使えるというわけではなくて、GoToEat キャンペーン対象のお店に限るということになりますので、一度行ったお店でまた使うこともいいと思いますし、もしくはまた新たにこのお店に行きたいなっていう時に、その GoToEat キャンペーンの対象であればそこで使うっていうこともベストかなと思います。で、付与される時期に関しては結構これ早いんですよね。来店の7日後、約1週間後に付与されるということになります。で、それに加えてなんですけども、ホットペッパーでは来店予約をすることによって、ランチもしくはディナーで予約をするたびに50ポイントが貯まります。で、それに加えて人数がたくさんいらっしゃれば、その分50ポイントかける人数ということなんですが、貯まるポイントはポンタポイントということですね。なので、こちらのホットペッパーに関しても、GoToEat キャンペーンでのポイントも貯めることができますし、来店予約でもポンタポイントが貯めれるので、これもこれで結構お得ですね。そしてもう一つピックアップするのがこちらのグルナビということですね。こちらのグルナビでは、ランチであれば500ポイントかける人数、こちら最大で5000ポイントまで、そしてディナーに関しては1000ポイントかける人数、最大で1万ポイントまでもらうことができます。で、付与されるポイントに関しては、こちらグルナビ期間限定ポイントというポイントですね。で、こちらのポイントに関しても、グルナビのサービス内のみで利用が可能となります。で、付与される時期なんですけども、来店日の翌日から8日後ということになりますので、約1週間ちょっとぐらいで付与されるということですね。で、それに加えてこちらグルナビもそうなんですけども、来店予約をするたびにランチであれば25ポイントかけることの人数、そしてディナーの場合は100ポイントかけることの人数。なので、予約するたびにですね、この楽天ポイントがもらえるということですね。なので、先ほどのね、食べログであれば T ポイント、そしてホットペッパーであればポンタポイント、グルナビであれば楽天ポイントということになりますので、なので普段ね、ご自身が貯めてるポイントと相性が良ければね、それに合わせて使うのもいいと思いますね。で、ここからなんですけども、今回僕はグルナビで GoToEat キャンペーンを実際に使ってみました。なので、予約から来店まで実践してみましたので、どんな風に使うのかなという風なイメージが湧くと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。で、まずですね、グルナビのインターネットのサイトから開きます。で、その前にですね、先ほどお伝えしたように、グルナビでは楽天ポイントを貯めることができますので、事前に楽天の ID、そしてパスワードでログインを今行った状態となってます。で、行った状態からですね。まずはここでエリアを入れていただきます。僕の場合福岡なので福岡と入れます。で、そこから検索を行います。で、福岡という風に検索するとずらーっと福岡のお店が出てくるんですけども、そうするとなかなかね、お店が絞り込むことができませんので、ここの絞り込みというところをタップします。そうするとご覧のようにですね、今日行くとか明日行くとか、日にち、時間などを入れていただきます。で、ここで入力をしていただいたら、ここの検索するをタップしていただきまして、そしたら一覧でお店が出てくるんですけども、今回ですね、僕が伺うお店なんですけども、こちらのお店ですね、どんぶり居酒屋喫水丸天神店というとこですね。で、検索した時に一つ見ていただきたいとこなんですけども、ここの GoToEat キャンペーン対象店という風になってるかどうか、これが入ってなかったら対象店舗ではないので、ここは気をつけてください。で、次に、ここ、今出てる11時っていうところがですね、空いてるっぽかったので、ここの11時っていうところをタップしました。そうすると、カレンダーのようなものが出てくるので、ここの2日金曜日のとこをタップしていただいて、で、あとは、来店する人数であったりとか、時間であったりとか、選択コースっていうのがあるんですけども、今回僕はコースなどを選択せず、席のみの予約としてました。で、もろもろの確認ができたら、お客様情報の入力というところをタップします。そうするとですね、ちょっと真ん中の上の方にも出てるんですけども、獲得予定ポイントということで、25ポイントと出てます。これは楽天ポイントのことですね。で、それが確認できたら予約内容の確認に移ります。そしたら、あとは日にち、人数とか、あと予約する店舗とか、コースとか間違ってないかっていうのが確認ができましたら、予約を申し込むというところをタップしてください。そしたらこれで予約が完了しましたということですね。あとはもうそのままお店に行くだけで大丈夫です。ということで早速ですね、お店に行ってきました。今回僕が注文したのがこの天刺し定食ということで、天ぷらとお刺身、そしてご飯と味噌汁がついた、定食ということでしたね。これに加えて、ご飯とお味噌汁が、おかわり自由だったので、もう本当にランチでね、めちゃくちゃお腹いっぱいでございました。金額で言うと約1400円ぐらいだったんですけども、ちょっとランチではお高めかなと思うんですが、そこから GoToEat キャンペーンの500ポイント分、プラス楽天ポイント、プラス後ほどちょっとお話しするんですけども、ポイントサイト経由とキャッシュレス決済もしてるので、かなりね、お得にランチが食べれたのかなと思います。ちなみにですね、食べ終わった後のグルナビのマイページをチェックしたんですけども、ちゃんとこんな風に出てましたね。GoToEat キャンペーングルナビ期間限定ポイント、最大1000ポイントプレゼント対象の予約ですということになってますので、ちゃんとこれが出てるので GoToEat キャンペーンに含まれてるということですね。そして下にちょっと出てるんですけども、来店済みという風にもう状態というところになってますので、これでしっかりとこのお店に行きましたよということが確認できるかなと思います。で、もしですね、グルナビを利用される場合なんですけども、今現在2つ大きなキャンペーン開催されてまして、簡単にしかお伝えしないんですけども、ID 連携キャンペーンということで、グルナビと楽天の ID を連携することによってポイントが貯まるキャンペーンというのが開催されているのと、プラスアルファでグルナビだけのキャンペーンも開催されてまして、エントリーをすることで先着で50万名様に1000ポイントのグルナビポイントがもらえます。なのでね、このコンボを合わせればめちゃくちゃお得だなと思いますね。で、最後にですね、ここお得な予約方法ということで、これ以前の動画でもちょっとお伝えしたんですけども、僕は今回こんな風に予約を行いました。まず一つ目は、グルメサイトをポイントサイト経由を行いました。ですね、先ほどのグルナビの予約方法の時にはちょっとお伝えしてなかったんですけども、今回僕はポイントサイトを経由しております。で、使ったポイントサイトは今回 EC ナビを使いました。で、EC ナビでスマートフォンから予約をする場合、380ポイントって出てるんですけども、38円相当をもらうことができます。で、この EC ナビを経由して、そこから GoToEat キャンペーンの対象店舗の来店予約をします。なので先ほどのね、グルナビで予約をした方法と同じですね。で、そこで最後にお店で決済するときにキャッシュレス決済を行いました。まあもちろんね、そのお店がキャッシュレス決済に対応してなかったら現金決済しかできないっていうこともあるんですけども、そのお店がね、何かしらの方法に対応してれば、ぜひキャッシュレス決済を行うのが一番ベストだと思います。ちなみに決済したのはもう今はね、2020年一番還元率が高いと言われているクレジットカード、ビザ、LINEPay クレジットカード、こちらのカードを使って決済して 3% 還元を受けることができました。まあそんなこんなで今回は今話題の GoToEat キャンペーンについて簡単ではありましたけども、使い方やそしてお得な方法についてお伝えさせていただきました。いやほんとね、ちょっと使い始める前は結構ややこしいのかなというふうに思ってたんですけども、使い始めたらめちゃくちゃ簡単でしたね。まあ結構ね、住んでる地域によってはホットペッパーの方が多かったりとか、食べログの方が多かったりとか、あとはそのグルナビの方が多かったりっていう風に結構バラバラなので、これはちょっと事前にですね、ご自身でまずチェックをしていただいた上で使い始めるのがいいのかなと思います。で、もしくはそのプレミアム付き商品券の方が、やっぱり僕が住んでる地域でお得っていうのがあれば、まあそちらも使うのもいいのかなと思いますね。まあ、今年いっぱいに関してはこの GoToEat キャンペーンはかなりお得だなと思いますので、僕自身は結構重宝していこうかなというふうに思っています。で、先ほどお伝えしたね、EC ナビ、ポイントサイトの EC ナビの登録がまだの方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。あと他の先ほどのキャンペーンのページも下の概要欄に貼ってますので、それも含めて見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。